怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。君の方から話し合いをこつ。わしは時をかけ戦ず、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むから、それ以上わしを。戦ず、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。さあ、大いなる絆の力で。歯車を回せ。すぐに兵糧をお届けするのだ。元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。もう大けがをしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。血も涙もつくねえ。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになります。左近君でもあるまいし、健康一滴など通らないさ。半兵衛の息遣い隠してはいるが、苦しげだな。忠勝殿専用の貴重な兵糧が。人様の陣を奪い取ろうとしつけがなっておらんが。秀吉様、あなた様の二本の腕にどうかご加護を。者ども、ここで力を示すが誠の忠心ぞ。退場間違いなしと言い切るには気が早いですかな。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。天かける忠勝様、もう一度見たかった。力と知力を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。これが切り取り放題ってやつか。またすごいものを見せていただきました。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。我が右腕の働き見せてもらうぞ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。ゴロモノロモ！くっ、歯車が欠けてしまっては。もう逆も何もねえ俺だけど、あんな人に指示さえできれば。次は俺の番か。怖くねえぞ。今すら命は惜しむけれど、君に捧げるつもりはないぞ。豊臣に無限の栄華。思いを込めて、つい今は倒れつく。そんな何を言って、あの武器を。戦う、ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。残されし場に我らの意志を集わせましょうぞ。家康君の裏切りを許してもいいよ。君が豊臣に下るならね。そっか、わしはまた一人。大事な友を失った。その鉄実のごとき怒りはどうかわしにのみぶつけてくれ。わしの破れは絆の破れだ。さして受け入れはしない。どうやら例の策は用いるまでもないようですな。そうだね。この戦、きっと孫の代まで語り継がれるよな。
これほどまでとは思っておりませなんだ。立つのだ。戦はまだ終わってはおらぬ。本当に残念だよ、家康君は。君には大きな役目を任せるつもりだったんだけれどね。まさかあなたがそこまで買ってくれているとは。だが謝りはしない。それはきっと侮辱だろうと。確かに誰もあなたに。いや違う、絆は不滅だ。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉。